ギリシア火薬。ギリシア火薬とは、東ローマ帝国で使用された、小夷兵器である。東ローマ帝国では海戦において、典型的にこの兵器が使用され、これは水上に浮いている間ずっと燃え続けて、多大効果を上げた。この兵器は、技術的な優位を与え、東ローマ帝国の多くの軍事的勝利において、鍵となる役割を果たした。最も特殊すべきは、コンスタンティノープルを、 アラブ軍の二度にわたる行為から救いしたことである。これにより帝国は生き残ることを得た。ギリシア火薬は西ヨーロッパの十字軍にある印象を作り出しており、ギリシャ火薬という名前はいかなる種類の消夷兵器にも適用され、これらにはアラブ人、中国人、またモンゴル人によって用いられた消夷兵器も含まれていた。 しかしながら、これらは異なる混合法により作られており、東ローマ帝国の製法によるものではなかった。ギリシア火薬は、硬い機密保持で守られ、秘密は失われてしまった。ギリシア火薬の配合の問題は、推測や議論のままに残されており、松屋に、ナフサ、酸化カルシウム、溶、または、小石の混合物とする意見が見られる。東ローマ帝国で用いられた。 消費用の混合物は敵の上に液体を噴射する高圧サイフォンの使用によって区別される。グリークファイヤーの言葉は英語で一般的なものであり、と言語のそれは十字軍からのもので、オリジナルの東ローマ帝国の資料では数種の名称で呼ばれた。それらは C、ファイヤー、海の日、ローマン、ファイヤー、ローマの日、ウォー、ファイヤー、戦いの日、リクイド、ファイヤー、液化、 また、マイアファクチャード、ファイヤー、作られた日である。ギリシア火薬の発明に先立ち、消夷兵器と火炎放射兵器が数世紀の間戦争に使われた。これらには、硫黄、石油、歴性をベースとした混合物が、幾種類か用いられた。火やと可燃性の物質を充填したポットは、紀元前9世紀初頭に、時代のアッシリア人に使われ、 またギリシャローマ世界でも広く使われた。さらに、トゥキディデスは、紀元前424年のにおいて、中部上の火炎放射器に注目した。海戦では、ヨハネス・マララスが、東ローマ皇帝アナスタシウス一世、在位491から518年の艦隊について記録ている。西暦515年、彼らはビタリアンの反乱を破るため、 アテネからの哲学者プロクリスの助言を受けて、イオーベースの混合物を利用した。ただし厳密には、ギリシア火薬は672年頃に開発されたもので、年代記の著者、テオファネスにより、カリニコスの功績に返せられている。彼は、フェニスの行政管区のうちにあり、の際に侵略を受けた、ヘリオポリス出身の名称だった。この資料の正確さと年代学的な、 正しさには疑問が付される。テオファネスはコンスタンティノープルにカリニコスが現れたと想定される2年前に燃焼物を携行し裁ンを装備した艦船が東ローマ帝国により使用されたことを報じている。もしこれが行為における出来事の年代的な混乱によるものでないならば、それはカリニコスが単に確立されていた兵器を改良して世に出したことを示唆する。 可能性がある。また歴史家であるジェームス・パーキントンは、実際には、ギリシア火学が単に同一人物による作成物ではなく、アレクサンドリア科学学校の自責を引き継いだ、コンスタンティノープルの科学者たちによって発明されたことがありうると考察している。11世紀の年代記作者であるゲオルギオス・ケドレノスは、カリニコスがエジプトの出身であると確かにロックしているが、 これは大部分の学者が間違いとして拒絶している。ケドレノスもまた天末について記録したもののより受け入れがたいものと考えられている。これはカリニコスの子孫の一家がランプローズ素晴らしいのいの名で呼ばれて火薬の製法の秘密を保ちそれは彼の時代まで続いたとするものである。カリニコスのギリシア火薬の開発は東ローマ帝国の歴史において 存亡の瞬間になされた。サーサーアン・アサ、ペルシアとの長いにより東ローマ帝国は疲弊し、イスラムの征服とその猛攻に対して効果的な防衛を行えなくなっていた。一世代のうちにシリア、パレスチナ、そしてエジプトはアラブの支配下に落ち、彼らは672年頃に帝国の中心地であるコンスタンティノープルを奪取しようと試みた。ギリシャは、 イスラムの艦隊に大きな効果を上げ、アラブによるの市街の包囲から彼らを撤退させる助けとなった。サラ先人ンンとの開戦の後、ギリシア火薬の使用記録はより散発的なものとなる。しかし、特に9世紀から10世紀初頭、東ローマ帝国拡大の時期にこの兵器はいくつかの勝利を確実なものとした。この化学物質の利用は、 東ローマ帝国の内戦において顕著であった。主なものは727年の軍艦区が保有する艦隊の反抗であり、また821年から823年のトマス・ザ・スラブが率いた大規模な反乱であ、両方の場合とも反乱艦隊はコンスタンティノープルの帝国艦隊がギリシア火薬を用いることで打破された。また東ローマ帝国は ボスポラス海峡への様々な竜士族の攻撃に対し壊滅的な効果のためにギリシャ火薬を用いた。特に941年及び1043年の戦争の際に投入が行われた。また970年から971年のブルガリア戦争中も同様に燃焼物を傾向した東ローマ帝国の艦船はドナウ川を封鎖した。 帝国とアラブとの交想の時期におけるギリシア火薬の重要性からこの兵器の発見は神の干渉に帰するとされるにまで至った。コンスタンティノス7世ポルフィロゲネトス在945年から959は彼の著作帝国統治論の中で彼の息子であり相続者だったロマノス2世位在959年から963年に訓戒している。 この兵器の配合の秘密は決して明らかにしてはならず、天使によって秘密が明らかにされ、偉大かつ神聖な最初のキリスト教の皇帝であるコンスタンティノス一世に示されたとしている。また天使は彼に制限を加え、キリスト教徒とただ帝国の都市のみを除き、この兵器を製造しないこととした。帝国としてコンスタンティノス七世はこの兵器の一部を 帝国の敵に渡すよう買収された、ある管理を例とし、彼が教会に踏み入ろうとしたとき、天国からの火によって打ち倒された、と付け加えている。広大の事件が証明するように、東ローマ帝国人は彼らの貴重な秘密兵器の露覚を防止できなかった。827年、アラブ側は少なくとも一石の河川を無傷で捕獲し、812年及び814年には、 ブルガリア人がいくつかのサイフォンとギリシア火薬自体を多量に捕獲した。しかしながらこうした露核は東ローマの敵がこれらの兵器を複製可能とするには明らかに不分だった。アラブ側は例えば東ローマ帝国の兵器に似た様々な消費物質を使用したものの彼らにはサイフォンを用いる東ローマ帝国の方式が全く模倣できずその代わりに カタパルトと手榴弾を使った。ギリシア火薬に関する記述は12世紀の間にもなされ続け、1099年のピサ人との海戦において、アンナ・コムネナは使用の克明な説明を行った。しかし第4回十字軍によるでは、即席の火線が間に合わせに投入されたことが言及されるが、実際にギリシア火薬が使用されたかについて確実な記録はない。 これはおそらく略奪に先立つ20年間に帝国が広範な軍備縮小を行ったことが原因であるか、東ローマ帝国が主要な成分を供給する地域との交通を断たれたことによるか、またはおそらく秘密が時間とともに失われたことによる。コンスタンティノス7世の警告が示すように、この兵器の成分と製造工程、及びギリシア火薬の開発は、 軍機密として慎重に防護された。ギリシア火薬の配合方法が永遠に失われ、推測のままにされているように、秘密保持は厳しいものだった。結果、製法の謎がギリシア火薬の研究を長く支配していた。このほぼ独占的な研究の焦点にもかかわらず、ギリシア火薬は多数の構成要素からなる完成された兵器システムとしてよく理解されている。 これらすべてを効果的に作動させるには、共同しての操作が必要とされた。これは単に混合物の製法だけではなく、戦場へギリシア火薬を運搬するよう特化された、デュロモイ戦からも構成された。この装置は、小異物を加熱し、圧送する準備に用いられ、サイフォンはそれを放射した。また特別な訓練を経た、サイハネゲアがこれを運用した。 システム全体についての知識は、一区画のみの秘密を、承知している技術者と操作要因により高度に区分化、されることで安全化された。この全体的な知識を収集できた敵はいない。これは814年に第一次ブルガリア帝国が、メセンブリア、現、ネセーバルトデベルトス、現、ブルガス近郊を占領した際。 彼らは36機のサイフォンと消費剤自体でさえも多量に捕獲したものの、これらをいかようにも利用できなかった事実の原因を説明する。ギリシア火薬に関して利用できる情報はほぼ間接的なもので、東ローマ帝国の軍事解説書やいくつかの二次的な歴史資料、例えばアンナ・コムネナや西ヨーロッパの年代記作者からの引用に基づいており、これらは しばしば不正確なものである。アンナ・コムネナのアレクシアドでは1108年東ローマ帝国のデューダキウム・ゲンドラスの中東軍がノルマン人に対して投入した焼夷兵器の説明を行っている。これは少なくとも部分的なギリシア火薬の製法であるとしばしば考えられている。This fire is made by the following arts. From the pie and the certain such evergreen trees.Inflammable region is collected.This is loved with sulfur and put into tubes.Obreed, and is blonde by men using it with violent and カンティンスブレス全員ディスマナー it mits the fire.On the chip and catch us.Light and falls like a.Fiery whirlwind.On the faces of the dynamists. この炎は 以下の技術によって作り出される。待、ま、つ、また同様の特定の常緑時から引火性の樹脂が集められる。これは用をすり込まれ、足のチューブに入れられ、男性が猛烈で継続的な排気を用いて、これを吹きつける。それから、こうした方法で、これが頂上で着火すると、光を捉え、敵の前面へと炎の竜巻のように落ちる。同時期の著名な、イグニスグレイアカスなど、 西側の年代記作者たちの記録は、彼らがギリシア火薬の名前をどんな種類の消費性、化学物質であっても適用したことから後半に信頼性を欠く。ギリシア火薬の機構を再構築しようと試みるとき、現代の資料の引用から現れる具体的な証拠は以下のような特徴を与える。最初に提示され、そして長期にわたり最も人気のあった説では、 ギリシア火薬の主要成分が硝酸カリウム硝石であると考え、またそれは火薬の初期の形態であったとした。この議論は雷と煙の説明が元となっており、加えて距離の上でもサイフォンから放射することのできた炎とは爆発的な放出を示唆するものとした。の時代頃から有名な科学者マルセランベルテルを含む数人の学者、 ことに19世紀中のフランスの学派はこの見解を固守した。それからこの見解は、硝酸カリウムが13世紀以前のヨーロッパ、または中東で戦争に使用された形跡が見られないこと、また、同時期より以前に地中海世界で最も科学的だったアラブでも全く著述見られなかったことから拒絶された。さらに、提示された。 混合物の性質と東ローマ帝国の資料によって記述されたサイフォンによって放射される物体とが根本的に異なっていた。ギリシア火薬が水で消すことができなかったという要素、むしろいくつかの資料では水をその上に注ぐことが火星を強めたと示唆することに基づく第2の見解はこの破壊力は水と生石灰の爆発的な反応の結果であると提唱した。 性石灰は確実に知られていた物質であり、また東ローマ帝国もアラブ側も戦争に投入しているが、この説は文学と経験的な証拠から論破された。性石灰をベースとした物質は着火するために水と触れなければならなかったが、甲板が常時湿っているにせよ、しばしばギリシア海薬は敵船の甲板上に直接注がれたことがレオーン六世の軍事書。 タクティカで示されている。同様に、レオオン6世は、手榴弾の使用について説明している。これは、物質が着火するには、水との接触が、必ずしも必要ではないという観点のさらなる補強である。さらにまた、会場での実際の水と、生石灰の反応結果は取るに足りないものであると、シー・ゼングリスは、実験に基づいて指摘した。また別の提案では、 カリニコスが実際には二ン化酸カルシウムを発見していたことを示唆した。水と接触すると二ン化酸カルシウムはホスフィンを放出し、これは自発的に着火する。しかし後半な実験でも記述にあるギリシア火薬の強力さを再生することに失敗した。混合物には生石灰及び硝酸カリウムの両方の存在が全く含まれないわけではないものの、 これらは主要な成分ではなかった。現代の学者たちの大部分は、実際のギリシア火薬は石油を元にしたもので、未加工もしくは生成済みの両方があり得たということに同意している。比較すれば、現代のナパーム弾がこれに当たる。東ローマ帝国は、国会周辺にある、自然に湧き出るいくつもの井戸から容易に原油の供給が受けられた。 例えばトムタラカン周辺の井戸がコンスタンティノス7世によって言及されている。また他の中東を通じた様々な場所でも同様であった。ギリシア火薬の別の名前はメディアの日であり、また6世紀の歴史家であるプロコピオスは原油について記録しているが、これはペルシア人からはナフサと呼ばれ、ギリシア人にはメディアアアブラと呼ばれていた。これは ギリシア火薬の使用成分として、ナフサが使用されたことを補強するように見える。また現代に残る9世紀のラテン語の資料がドイツので保管されており、これもギリシア火薬らしく思われる成分と、これを放射するために用いるサイフォンの操作について言及している。この資料にはいくつか不正確な点が含まれているが、使用成分が明らかにナフサであることを特定している。 またおそらく増粘剤として様々な樹脂が混入された。プリーセプタミラターでは、この物質について、粘バつく日と称している。これは、炎の持続時間と威力を増すためであった。サラーフッティンのために、マーディビンアリアルイコールタース氏が用意した、報告書には、一種のギリシア火薬のアラブ版が記録されている。これは、ナフトと呼ばれ、 石油をベースとしたものに硫黄と各種の樹脂を加えたものである。しかし東ローマ帝国の製法とはどのような直接の関連もほぼありえない。アッパース朝軍にはこれを含む商位兵器の専門部隊ナファチュアンが存在するなど西アジア全域でも広く使われ十字軍が使用した記録もある。一説にはマグリブやイベリア半島で火薬兵器の開発が盛んだったのは 原料となる石油がこの地域では産出されなかったからとされる。ギリシア火薬の主な使用方法は以下の通りである。これは同じ物質と離れて充填され、チューブ、またはサイ裁ンを介して放射される。投入は感染の節減時、または方位時である。携帯型の放射装置、ケロスイフォーンズも存在し、レオーン6世の発明とみなされている。 東ローマ帝国の軍事説明書では、ギリシア火薬と鉄菱を充填した壺、カイトライ、またはザカリアを同じくギリシア火薬で示した浅くずでくるみ、これをカタパルトで投射するほか、回線においてピボット式のクレーン、ゲラニアは敵艦の上からギリシア火薬を降らせるよう用いられたと記述している。ゲロスイホーンズは特に陸上線及び包位戦において投入された。 幾人かの10世紀の軍事視野は、これらは両方とも、工場兵器、または、防壁上の守備兵に対するものであるとし、これら兵器の投入の模様は、ビサンチウムのヘロの手による、ポルアーセタカによって描写されている。通常、東ローマ帝国軍のデュロモイ船はサイフォ本を、選手下部に内蔵していたが、さらに追加の装置を船のどこか別の場所に設置する、こともしばしば可能だった。 例えば941年、東ローマ帝国の人々が極めて多数の粒子艦隊と向き合うことを迫られた時、サイフォンは船の中央部に、そして後方にさえ配置された。サイフォンの使用は当時の資料から十分証明される。アンナ・コムネナは軍艦の艦首に装備される獣の形を取ったギリシア火薬放射装置について以下のような説明を行っている。 as he, the emperor, alexio, say, knew that the peasants were skilled in sea warfare and, dreded, a battle with them, on the plow of each ship he had, a head fixed off, alien or other land, animal, made in brass or iron with the mouse, open and then gilded over, saw、so、that the amir aspect was terrifying, and the fire witch was to be darkted. アゲンストザイネミースルートーブスヒーメイドツー、パススルーザマウスオブザビスッツソーザットイットシームドアズイフザライオンズアンソアザーシュミラーモンスターズアーバミティングザファイヤー彼、アレクシオスイセイコムネノスが知っていたようにピサ人は海戦に通じておりまたこれらと戦うのを恐れていたどの船の船首場にもある装置はライオンか陸上生物の頭部を固定してあり 真中か鉄で作られ、口は開かれ、さらに金メッキが施されていた。そのためこれらは全く恐ろしい風貌だった。またその炎は、この装置の獣の口を通り抜けるチューブを介して敵へと指向されるようになっており、そのためこれは、ライオンや他の怪物が炎を吹きしているように見えた。いくつかの資料では、メカニズム全体の構成と作動上のより詳しい、 情報を提示する。ボルフェンビュッテルの原稿は特に以下のような説明を提供している。Having built A, Furnace Light at the Front of the Ship, they s e t o n i t A Capper Bessel f u l l o f these Sings, Having put fire underneath, and one of them, Having made, A Bronze Tube Similar to t h a t w h i c h Zarastix, Call A, s s h a t r リ a スキアート、ウィズ・ウィッチ・ボーイズ・プレイ、ゼースプレイ、イット・アット・ザ・エネミー、船の真正面に色を作っており、彼らはその上に、これらの物質で満たされた銅の容器を置き、この下部では、火が焚かれていた。そしてこれらのうちの一つは、田舎者が、スキシャトリア、水鉄砲と呼び、子供が遊ぶようなものに似たブロンズ製のチューブになっており、これらの装置が敵へ向けて、それを放射した。 また別の、そしておそらく、ギリシア火薬の使用について、直接説明するものは、11世紀の、に見られる。そこではバイキングであるが、ギリシア火薬の裁ンを装備した艦船と、対面している。They began blowing with オアブロンズチューブフロム・イット・フラ、マッチ・ファイヤー・アーゲンスト・ワン・シップ、アンド・イット・バーンド、アップ・イン、エーショート・タイム、そうざっと・オール・オブ・イット・ビ・ケイム・ホワイト・アーシェース。彼らは、カジー屋の不意語で火のたかれた炉を吹き始め、また、そこからは巨大な騒音がやってきた。そこにはまた、真鍮や、ブロンズ製のチューブが立っており、さらにそこから多量の炎が一隻の船へと吹きつけられ、短い時間に、 それが燃え上がったために、そのすべてが白い灰と化した。この説明は殉職されているが、他の資料から知られる、ギリシア火薬の他の多くの特徴、例えばその放出に伴う大きな騒音と一致する。これら二つの説明文はまた、物質が放出される前に、炉の上で加熱されたと、はっきり記述しているただ二つの資料でもある。この情報の有効性は疑問を免れないが、 現代の装置の再建ではこれらの資料を信頼した。これらの説明と東ローマ帝国の資料に基づき、ジョン・ハルドンとモーリス・バーンは三つの主要な部分からなる装置全体を再建した。一つのブロンズ製ポンプ、サイフォン、これは油に圧力をかけるのに用いられた。金属製の火鉢、プリパイロン、余熱器、これは油の加熱に使われた。そして、 ノズル、ストレイプトンは、制銅で被覆され、周り、継手の上に据え付けられていた。金属製の火鉢は多量のリネンに雨を燃やして強い、加熱を作り出し、また特徴的な濃い煙を上げた。この上部には一気の機密タンクがあり、中に入った油と他の物質が加熱され、また、樹脂を溶かして、液状の混合物にする過程も補助した。物質は加熱と、 圧力ポンプの使用によって圧縮をかけられた。これが適切な圧力に達した後、機密タンクに回り継手で連結されたバルブが開かれると混合物は終わりまで放出され、口の部分で炎を生み出すいくつかの点加減により着火した。炎の強い加熱により、鉄製の棒、縦のブーコリアの存在が必要となったが、これは艦隊の目録によって証明されている。 上昇圧力が加熱された油を容易に吹き飛ばせたため、そうした事故の状況の記録こそないものの、すべての過程は危険に満ちていた。2002年にハルドンによって実施された実験は、テレビ番組、マシンズタイムズフォゴット、忘れられた時代の機械のエピソード、ファイヤーシップ、河川のためのものであったが、この実験では、現代の溶接技術でさえ、 圧力化におけるブロンズ製タンクの十分な機密確保に失敗した。これによりタンクとノズルの間に圧力ポンプを再配置するに至った。こうした論拠から建造をされた実物大の装置は東ローマ帝国人が利用できた簡易な材料と技術であっても機構の設計とその効果を確立した。実験は木の樹脂を混ぜ合わせた原油を使い摂取鮮度以上。 火視線830度の炎と最高15メートル49フィートの効果範囲を作り出した。携帯型のケロスイファン、ハンドサイフォンは現代の火炎放射器に似る最も初期のものである。これは後半20世紀の軍の文書で証明されており、海上と陸上の両方での使用が推奨されていた。これらが最初に出現するのはレオオン6世の タクティカの文中であり、彼はこれらを発明したと主張している。後代の著者もケロスイフォーンズの言及を続け、それは特に工場等に対する使用に関するものだった。ニケフォロス二世フォッカスも野戦軍でのこれらの使用について助言したが、これは敵部隊の陣形を崩すことを狙ったものだった。レオン六世もニケフォロス二世も共に主張することは、 ハンドサイフォンに使用される物質には、戦場で使われる固定装置と同じ物質を用いたこと、携帯型サイフォンはより大型の類似物と明白に異なっていたことである。ハルドンとブリンは、この装置が基本的に異なるもので敵を後退させるため、単純なシリンジによって液化、おそらく着火せずという毒な液体の両方を噴出させたという説を立てた。しかし、ヘロの これを合わせたかの図が示すように、手持ち式のサイフォンも着火された物質を放射した。最初期の形態では、可燃性の布に包んだ球体に点火するという方法で、ギリシア火薬は敵軍の頭上へ投敵された。これにはおそらくフラスコが含まれており、小型のカタバルト様の投射兵器も用いられた。最も可能性が高いものは、 海上輸送型のローマ製小型カタパルト、もしくはオナガである。これらは、軽量の投射体、6ラムから9ラムのものを3 5 0ルから4 5 0ルほど、投擲できた。厚生の機械加工技術の改良により、近距離において、流体の燃焼流を放出する、ポンプ機構の考案を可能とし、海戦で、木造船を焼き払った。こうした兵器は、 軍勢の行為に対して使われるとき、陸上でも非常に効果的だった。ギリシア火薬の破壊力は明白であるとはいえ、これはある、死の、脅威の兵器とみなされるべきものではなく、この兵器はお無敵のものにもしなかった。この兵器は、海洋歴史家のジョンプライヤーの言葉では、船殺し、つまり、昇格に匹敵するものではなく、その頃にはすでに使用されなくなっていた。 ギリシア火薬が強力な武器であり続けた時代を、より近代的な法律の形態と比較すると、その限界は大きなものだった。サイフォンを装備した形態ではこの兵器の射程が限られており、穏やかな海面そして良好な風光の状況下でのみ、安全に使用できた。最終的にイスラムの海軍は、効果範囲から離れるか、巣に浸したフェルトや射兵物のような防護方法を考案し、 これに対応した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。